今日もね、一応、新たな、人材、2人入ってきまして、で1人は、一応藤本君が今度、来年から保険事業の方に行くということ で、ちょっと僕の方が手薄になるんで、とりあえず秘書課で1人また採用して、何年かのうちにはなんとなくこう新しい新規事業、の部分で育ってきたいなと思ってるわけ。でもう1人はね、東大の、学生がインターンで来てくれてるんだけども、要するに、これもね、新たな形でやりたいと思っているのは、うちの会社の規模くらいになると前職の会社で味わってたんだけど、要するにサービスを、均一化させるってことが難しいんですよ。でそうすると、それに基づいてさ、何するかってことなんだけど、当たり前だけどね、教育っていうことが必要なわけで、その教育っていうものに対して何が必要かっていうと、教材が必要だってことだね。で今うちは教育する立場の人ってさ、いっぱい作ってきたわけで、お客さんに向けていろんなセミナーをする講師でも育ってきてるよね。でこれが体系的なマニュアル化っていうのができてないわけじゃん。で今不動産の投資理論とか不動産の要するに投資仕様とかいうのは一応オリジナルで作られたものはマニュアルとしてできてるよね。でこれができたことによって、要するに広くさ、要するに、人のそのなんていうかな、考え方っていうのを統一できるよねってこと。で教材ってすごく重要なんですよ。でよくよく考えたらさ、僕がね、この要するに不動産業界に入って不思議だなと思ったことがあったのは、ずっとこの売買の仲介やってたんだね、昔。で一応トップの営業の成績上げていながらさ、いろんな仕事してるわけですよ。でその中でいろんな角度で物事を考えていった時に、賃貸って不思議だなと思ったわけで、賃貸ってさ、要するにさ、オーナーさんと、要するに借り主との間で、自由に契約するんだけども、この契約をする、要するに仕事っていうのが仲介の仕事ってことで、仲介の仕事だっていうことでやっているんだけども、仲介の仕事のくせにさ、トラブルに巻き込まれるんだな。でなんでトラブルに巻き込まれるかっていうと、オーナーさんの意識がまず不思議なわけだよな。なんでかって言ったら、本来、不動産業というのは広告して契約するまでが仕事なわけだ。でそれ無理くりさ契約してるんじゃないのに、自分での意思で契約したんだけど、その後トラブルがあるとさ、あんたのとこで入れたお客さんじゃないのって始まるわけだ。そうするとそれさうちの仕事なのって疑問に僕は思うんだけど、みんなそれ真面目にやってるわけだね。それで真面目にやるがゆえに、優秀な人材がどんどん要するに、いなくなってくる。なぜかって言ったら、賃貸の仲介の仕事を数多くやればやるほど契約に携わる件数が増えるわけだよね。でもその契約に携わる件数のとともに、要するにそういうオーナーさんが増えてくるわけじゃん。そうするとそれをさ、真面目にさ仕事受けて、それうちの仕事じゃないですよっていうことができなかった。それは不動産業のシステムとしてそういうシステムがなかったんですよ。だから当時僕たちが力を入れて賃貸管理っていうね、要するにオーナーさんに代わる仕事をやるね、要するに弁護士とは違う形の管理業ってものを作り上げたってことで、その中でもっと不思議だったのは賃貸の契約書ね。でこの契約書がさ、紙っぺら1枚なんだよ。縦書きで出ててさ、動産者安倍さんよくっていうね昔の契約書ね、あれさ絶対トラブルなんか未然に防げないですよ。なんでかって言ったら、あの契約書で契約すれば したところで何にも意味ないわけ。契約書ないのと同然な契約書を使って仲介手数料をもらった人たちがいるわけだね。でそれもおかしいことだろうっていうことで、で僕が初めて賃貸管理のさ、マニュアルを作った時に、要するに賃貸契約書の重要点を散々盛り込んで、それで当時僕が作ったのは、賃貸契約書35条までだったんですよ。でだけど35じゃちょっと多すぎるだろうっつって、今の形の23条まで落とし込んだわけで、実はこれさ、それを僕たちが推奨することによって、要するに、僕の書いたマニュアルが日本全国の不動産屋さんを買ってくれて、それで宅建協会で講演頼まれて問題点を伝えてあげて、でじゃあこの契約書を使いましょうってことになって、今見てください、僕が作った契約書が基準になって、要するに宅建協会も全日の、協会も僕の作った契約書のもとに作り上げてるわけじゃん、でそれはね、結果的にマニュアルと一緒なんですよ。つまりあの契約書僕が作んなかったら、僕が作んなかったら他のやつ作ってたかもしれないけども、僕がそのマニュアルを作って発表しなければ今の賃貸管理業っていうのは成り立たなかったと思うよってこと。
あともう一つ、今うちでねトラブル抱えている要するに、クレーム処理とかいう時の要するに契約違反に対してさ、指摘する文書がない契約書で契約してたら、もっと要するに賃貸管理業者がリスク背負ってたでしょってこと。でそれはやっぱり僕たちが実際実体験として行ってきたことをそれなりに要するに一つ一つ作り上げていってマニュアル化したことで今この業界っていうのは成り立ってるでしょってこと。誰かがやらなきゃいけないんですよ。で僕は今、ね、不動産の投資に対しての要するにマニュアル化も進めてきた、ね、あとは賃貸管理についても今度は、ね、ASP 化されたさ要するにシステムを要するに社内で作り上げて、でこいつを要するに普及させようとしてる、ね、でいろんなやることがさいっぱいあるんですよこの業界ね。でも誰かがやらなきゃできなかったわけじゃん。でこれはじゃあ誰ができるかって言ったら、できる人を教育しないとできるようにならないってことなんですよ。だから来年の、ね4月からは、ね、要するに学生の人にも要するにシステムが分かってもらって、で独立した時に要するにもうすでに要するに仕事のなんていうかなやろうっていう方向性がね決まってる人たち、つまり今みたいになんか大学出るとさ、ね、要するに何のためにその学部行ったのとか何のためにその大学行ったのって聞いたところで、ね、いや就職にね、有利だって聞いたからとか言うやついるんだよ。でじゃあ就職に有利だって聞いてさ、それで就職に有利に立ってる人いますかってこと、ね、そんなこと言うやつ誰も就職できないですよ。そうじゃなくてやっぱり自分が進むべき道ってものが、ね、要するにまあせめてさなんか高校時代ぐらいに出来上がってきて、でそれでじゃあ俺はこうなるんだっていうものでまず大学行って、それでなんとなくそれ違うなと思ったら方向転換すればいいんですよ。ね、まあうちの娘なんかそうだな、まあ、今日来てるかどうか分かんないけど、もともとね弁護士目指してたんだよ。で法学部も目指してた、ね、で学習院の法学部入ってさ、で2年くらいでうちの会社来てさ、弁護士のそのやり取り見ててこんな嘘つきみたいな仕事したくないとか言い出しちゃって、で急にね公認会計士の方に進んでるわけだよ。全く違う世界じゃん。でもね俺それでいいと思うわけ。なんでかっていうと学生時代がね何やったっていいんですよ。僕も要するに学生時代にね起業してますよね。でなんでかって言ったら学生時代に失敗するなんて関係ないんだよ。なんでかって言ったらそんなの言わなきゃいいんだから、ね、だって学校行きながらさ自分で起業してね失敗したからって履歴書にさ、ね、起業して失敗しましたって書く必要ないよね。でも場合によっては書いた方が有利な場合だってあるよな。でもそれは経験則上の要するに学習なんですよ。僕は学習は、ね、一番重要なことはね経験したこととか、ね、要するにやりたいこととかそれに集中したことが要するに学生としてやるべきことだと思う。だアルバイトだっていっぱいしてもいいんだよ。で僕もアルバイト 10種類ぐらいやってるな。いろんなことやったよ。でもだから要するにさ働く人の気持ちってすげえ分かってるわけ、ね、なんでかったら、ね、くだらないんだよはっきり言って。要するに仕事をやりながらねくだらないことをずっと言うんだよ。でもさその改善をしようとしない人たちばっかりなの。だから僕はね自分が要するにサラリーマンになった時でも自分が起業した時でも要するにさ不満があればそれを改善する方法、ね、不満を言うんじゃなくて改善する方法を要するに会社の経営者とかに提案してた。だから学生時代からさでお前学校出たらさうち来てくれよって言われてる理由って何かったら仕事を一生懸命やって問題点を解決する能力っていうのが一番重要だってこと。でそれが身につけるために、何が必要かったら知識なんですよ。知らないと怖いじゃん。でもさ知らないと怖いから勉強するけども勉強ばっかりできても今度は行動しないと勇気が出ないんだよね。でだから知った知識に基づいて行動することなんですよ。で行動することを積み重ねてきて小さいとこからコツコツ始めてだんだん大きい事業ができるよねってこと。今うちの会社ね、100人超えてるけども僕は経営者としてまだまだ勉強不足だなと思ってるわけ。なんでかって言うと今一番うちの足りないところが補充されてないってこと。それ何かって言ったら、ね、この規模になると今度はね個人能力も大事だけども要するにそいつを今度育てる要するにマニュアル化なりね要するに要するに誰でもね要するに仕事に打ち込めるような仕組み作りとあとはこの上に立つリーダーシップが取れる人材を育てることだなと思ってるわけ。でこれは向こう何年間でやっていかなきゃ。で僕はね今仕事の仕方っていうものが世の中全部変わりつつあると思ってるわけ。で不動産業も全部変わりつつありますよ。建設業も全部変わりつつある。製造業もみんな変わりつつある、ね、通信もそうじゃん、ね、分かりやすく言うと今 iPhone を始めて、ね、スマートフォンに全部なってるね。まもなく
ね、スマートフォン以外のものは普及しなくなりますよ。なんでかって言ったら、ね、要するに便利だから。ね、昔、あの、ね、ね、なきゃ、あの、電話のさ、なんかあの、ポケットベルか。ね、もう名前すら忘れちゃうな。ポケットベル、あんだけ普及したけどなくなったでしょ？全く一緒。で、今、あの、新しいことがどんどんこれから出てくるね。で、あの、ごまかしが効かない仕事作りなんだ。だから、ね、要するに、テレビでいろんなこと言ってね、要するに、不動産の広告してね、ってやったところで、ね、AKB 呼んだところで、お客さん来ないって言うんだよ。で、それは、目的が違うから。ね、だから、やっぱ不動産は不動産業として、ちゃんと、要するに、不動産業の実力を見せてあげるのが、本来の姿ですよってこと。だから、そのためには、人材を育成するってこと。もっと優秀な人材をどんどん入れていって、要するに、ね、広告とかそういうことじゃない。イメージじゃない。本質の仕事しか、これから生きていかないってこと。だから本質に力を入れてどんどんやるべきですよってこと。そのために今これからやるべき、来年の1月からね、12月までの間に今社内の内容をどんどん変えようと思ってる。それは何かって言ったら、新しい保険の事業ができるね、あとは要するに教育の事業ができる、あとはね、企画開発の仕事ができる、あとはね、要するに、講師陣もどんどんこれから増やす。で、来年は昨日打ち合わせしたけどね、ね、ワンルームのチームに、ね、執筆させて、でこのものについてワンルームに対する投資についての要するに基礎的な学力をみんなにつけてもらうってこと、これを要するに継続してやりましょうってことを決めましたんで、まあ、これをに基づいて、来年の方針はね、どんどん作っていって、で新しい要するに産業ね、産業である不動産業を作りたいと思ってるんで、まあ、ぜひね、一人一人が、ね、今うちの会社ってまだ入り口だよ、ね、氷山の一角です。で、これから日本全国バーッと行くわけだから。で、その時の、まず、ね、要するに我々のさ、要するに、ね、認識の見方っていうか、今何をするべきかってこと。この不動産業に対してどういうインパクトを与えるかってことが一番重要だってこと。だから、ね、今やらないと、要するに将来はないですよってこと。だから今、一生懸命しっかりとやりたいと思うね。まあ、ぜひそんなつもりで人材を補給してますので、まあ、ぜひ協力してもらいたいと思います。以上。